さんこんにちは、モンローの三谷です。今日は脱毛サロンに何回も通っているのに毛がなくならないどころか一向に薄くならないという相談をよく受けるので解説していきたいと思います。まずお写真をお見せします。特にこの眉毛と眉毛の間に多いですし、あと顎でもこの辺ではなくてこの辺に多いですね。であと小鼻ちょん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 って生えている方で、広い範囲の方はこの辺鼻の横のこの頬のこの辺りに生えている人も多いですね。特にここはメンズが多いです。で毛の特徴としてこう腕に生えているふわふわとしたような産毛とかではなくて、もう明らかに黒いで黒々としてちょっと分厚い毛になります。で毛なんで脱毛サロンに行っていただくのは合っているんですけれども、写真で見せたようなもうしっかりとした黒くなっている毛に関しては脱毛サロンに行っても効果がないんですね。でそれはなぜかっていうのをホワイトボードを使って説明をしていきたいと思います。では始めていきます。毛産毛っていうのは毛穴の根元にある毛根から新しく生まれ成長していき、いずれかのタイミングで抜け落ちてくれます。で抜け落ちても新しくまたここから生まれて成長し抜け落ちる、これをずっと繰り返すんですけれども、この毛穴には毛根の他に皮脂腺といって油を生み出す腺がくっついています。でここから24時間寝てる時でもわずかながらに油っていうのは出ているんですね。でこの油っていうのは通常出ている分にはしっかりと毛穴から出ていってくれて、お肌の上に乗っかってお肌をコーティングしてくれます。このコーティングしてくれた油っていうのは紫外線からお肌を守ってくれたり、微生物とかバクテリアがお肌の奥に侵入しようとするのを防いでくれます。だけど油が出過ぎてしまうとどうなるか、出過ぎてしまうと全ての油がしっかりと毛穴から出てくれなくなって溜まってしまうんですね。で溜まってしまった油はここが空気に触れているんで、表面が空気に触れて油が酸化して黒くなっていきます。これが毛穴の黒ずみ、ブラックヘッドの正体なんですけれども、この状態で産毛がちょっとでも出ていると、この産毛に油がコーティングされてさらに黒くなっていってしまいます。そして時間を置けば置くほどさらにコーティングされて黒みが増してしまうんですね。これがよくある眉間の産毛と油が絡んだ角栓の正体なんですよ。でこの状態でどんなに頑張ってレーザーを何回もパチパチ当てても、レーザーっていうのは油を溶かしてくれるものではないし、角栓を根元から取ってくれるものではないんですよ。レーザーっていうのはこの状態だったら効果ありますよ。しっかりと根元までライトが届いて綺麗になるでしょう。だけどこの状態ではもうレーザーを当てては無理っていうか、もう無駄ですね。なので何をしないといけないか、この角栓を取ってあげることなんですよ。いわゆるエクストラクションですね。エクストラクションでしっかりとこの角栓を取ってあげると、こんな角栓が出るんですよ。この毛穴からね、こういうちょっと先っちょが黒くてチュンとしたこれが毛なんですけれども、こういう角栓が取れるんですよ。この綺麗な状態でレーザーを当てると毛穴の引き締まりもすっごくいいですし、脱毛レーザーだったらもう毛も生えにくくなるでしょう。この状態にしてから脱毛レーザーっていうのを打っていただきたいんですね。でネックになっているんですけれども、これは一つだけ覚えてください。この状態でエクストラクションしたら何でもかんでも取れるかっていうと、そうではないんですよ。角栓はしっかり取れるんですけれども、根元からまだ生えている毛っていうのは根元からしっかりと栄養と酸素を補給されて生き生きと生きている毛っていうのは取れないです。角栓は抜けても毛だけが残る状態ですね。でも毛だけが残ってもこの状態のこの油でコーティングされている毛ではなくてふわふわの毛なので、見た目が全然違います。同じ黒いギトギトとした毛ではなくてふわふわの毛が残るだけなんで、この状態で困っているんだったらもう自分で抜くっていうのも簡単にできますし、レーザーを当てる、ワックス脱毛する、なんなりされたらいいと思いますね。この状態だったらレーザーを当てても無駄だし、自宅でツイザーを使って抜いてもほんのちょっとこの油がちょんちょんって取れるだけで産毛が取れることがないので、もうどうしようもないですね。ぜひともエクストラクションを受けていただくか、モンローションを使って自宅でケアをしてください。いかがでしたでしょうか。このちょっと下手くそな説明でもご理解いただけましたでしょうか。もしですね、何回脱毛行っても毛がね一向に薄くなってこないなって思う場合は、モンローションをぜひとも使っていただきたいですね。モンローションを浸したコットンをその患部に置いて、スチーマーだったらスチーマーを使っていただく、もしくは半身浴でお肌を温めていただくとですね、このガッチガチになっている角栓がふにゃっと柔らかくなります。柔らかくなったらこのブラシでこうくる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 ってちょっとお掃除をして油を取ってあげてください。でそれでなおかつピョンピョンってまだ産毛が残っている場合はツイザー、毛抜きで取っていってあげてください。この工程をしないといきなり毛抜きでこう抜こうとしてもガッチガチになってるので抜けないんですよね。でもモンローションをすると油がこうふにゃふにゃのマヨネーズみたいになってるので、毛抜きでピュッてやったら根元からしっかりとピョンって全部取れます。すごい綺麗になるので、お悩みも解消するかなと思います。ぜひ試してみてください。それではですね、本日の動画役に立ったなと思っていただけましたら、いいね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた来週お会いいたしましょう。ありがとうございました。